السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم アブドルワヒドヤマンです。福岡から来ました。今日は信仰生活と仕事、これがお題を出した人がどういう意図なのかっていうのをまず考えた上で答えたいんですけど、まず多分イバーダートとアーマルって対応させてるってことは、もうアーマラートとかイメージが広がるんですけど、人と関わることとアンラート、自分と個人の関係と人と関わることの対立軸で見たのかなっていう読んでいて、で、生と俗の側面じゃないんだろうなって思ってるんですね。でもう一つはアーマルってことはみんなアーマルビニーヤードと関係するんでしょうかね、先生。もちろんそう、ご自由に、ご自由に解釈してください。ご自由にで、そこら辺が意図されてるのかなって。要は意図次第で、全ての行為は意図によるなので、そのアーマル行為っていうのと仕事のアーマルっていうのが同じ語根で、同じ意味合う人と関わるっていう行為っていう、それもまた意図次第で案外の崇拝行為になるんです。そこら辺の話があるんだろう。一つは仕事の中で、崇拝行為と仕事っていうのは大陸軸で見ないで解消する方法がないかっていうのが一つに来るんでしょうね。でもう一つが仕事で実際何やってるのって話がある。ちょっとその二つに絞って、三つ目の結論まとめますけども、それに行こうと思います。では一つは、最初の一つは、解消する一点はあるのか、まあ、結論に近いんですけども、その解消する一点はおそらく今ある仕事は天に与えられた仕事なんだと、だから選択できないんだとですね、選択できるということは良い選択ができると、仕事が良いものができるっていう、良いものを選べる、また信仰生活もそうなんですけど、知識を求めることが良いことだってことを選べるっていうふうに思いがちかなと思うんですけど、実は今ある状態、家族でもそうですけども、家族があったり養わないといけませんし、いろんな口利きやいろんなご関係の中で仕事が定まってきてると、そしたらそのかなる運命から逃れられないわけですね、宿命から。その中での良きにつけ悪しきにつけを受け入れる中での仕事っていう中に、その受け入れた中で今できることをやっていく、今できることをやっていく、知識を求めるにしても空いてる時間でやっていく、仕事場で礼拝できるその能力の限りでやっていく、そして仕事についてやるところは出世するかどうかというのはアンラのみぞ知るところで、その仕事で求められることをやっていくというような、建前の話です。で次に何て言ったんでしょうかね、すでに忘れてしまってますけど、私たちが2番目を忘れてしまったんです。すみません。仕事を仕事と自分でアンラと向き合うのっていうのは、崇拝行為をやること、ジクリや礼拝をすんのは多くすることで得られる甘美さがイバーダートにおける甘美さで、で仕事をやってる時の甘美さというのは、人に認めてもらうことや何かの役に立ったとかですね、人の喜ぶ顔を見た、仕事を一生懸命やっていて感謝する人がいた、それは一見人にから評価を受けるというリアに見えがちですけども、実はアンラ自体が人を養育しているラップならば、私たちも困っている人を助けたりとか、必要としている人を助けることで甘美さを得られるというのは、それもまた崇拝行為での甘美さと同じようにアンラの恵みと言えるんですね。その恵みの中で楽しみを見出していく、正論だけじゃ建前論だけじゃきついので、そこら辺の楽しみを見出していく、っていうところだと思います。難しいところはあってですね、一概に論じれないんですけど、そこら辺の話だけに収めておきたい。ちょうど5分ぐらいですね。
すいません。ありがとうございました。